しいです。はい。バスケ行く前に、スクワットやっておりました。はい。これですね。この格好の、この定位置でも、こう、こんなこうね、あんまり上下運動しなくてもですね、この位置で、こう、今みたいにですね、例えば、すいません、ちょっと息が。テレビ見ながらとか、こうね、10秒から30秒。でもいいので、ほんと1回ぐらいでもいいです。偉かったら10秒2回でも3回でも全然いいと思います。この太ももに、こう、ここに来ます。ここにも結構もう来ます、筋肉。はい。例えばまあ30秒ね、だんだん慣れてくると30秒3セットやったり、ね、1分を3セットやったりとか、だんだんこうね、長くしていくといいんじゃないでしょうか。これはもう全然テレビ見ながらとか、こうね、なんかもうぼーっとしてる時に、できますので、ながらでこうね、テレビ見ながらこうね、この感じで、はい、やってみてください、こう。こうむっちゃきます。むっちゃきますんで。こうでも、上半身はこう前にならないように、こうね、ある程度上げて。で、腰が悪い人はちょっとこうね、ある程度自分の骨盤にね、この体に合った状態でいいと思います。で、もしくはこう手をね、上下運動してこう微妙にこう、このぐらいでも十分こう効きますんで、はい、もう十分むっちゃ、これすごく入ります。もしくはこうね、高音でも効きますので、はい。やってみてはいかがでしょうか。はい。もう結構来ます。でですね、これ僕ね、バスケとかでですね、あとスノーボードとかで膝が悪かったんですよ。こう、5年以上前、10年以上前。膝が悪くてですね、で、このスクワットをですね、もうやり始めてから、膝が痛くなくなりました。というのはですね、どういうことかと言いますと、この年齢、まあ、年々ですね、筋肉ってのが衰えてくるんです。この太もも、このね、ここのお肉ってのはかなりこうね、人間の中でも、お肉の量が占めてましてですね、ここがやっぱりこう、なんです、たるんでくるわけですよ。たるんできてですね、こうたるんでくると、こう膝が痛くなったり、するわけなんです。で、こうね、これをこの、はい。これでもこう、もういいです。10秒、3回くらいでも、こうやるとですね、こうむっちゃ、はい、すっごい効きます。パンパンです。で、これをやり始めてからですね、膝が痛くなくなりました。これ本当です。はい。これはほんと効きますんで、これ絶対超おすすめです、これは。もうテレビ見ながら、もうながらでいいので、もうそうするとね、いつでも長く、こうやっぱりもう本当に、もう30秒でいいです。もう30秒、20秒でも、全然10秒。もう気が向いたらふっとね、まあ毎日をこうね、毎日やると30秒ぐらい、1分ぐらいやれると、こうほんとだんだん筋肉がね、こうほんとに効きます。ここね、ほんと効きますんで。いいんじゃないでしょうか、これですね。はい、スクワット。だから、これあんまりこうね、上下運動してしまうと、こう、膝がね、悪くなるので、こう、例えば重りを持ってですね、こう、なんか本当に、こう、スクワットはやめた方がいいです。こっちにも、今の僕がやってた感じの方が、ここにも、膝に負担なく、この筋肉に効かせれます。はい。という感じでございます。この関節を痛めず、こうね、太ももに効かせる、スクワットでございます。これやるとね、本当にここの筋肉をですね、ここ、はい、このあたりが、むちゃくちゃ効きます。はい。これ僕毎日やっております。はい。もう本当に1分、2分、3分あればね、もうすぐできますんで、もうテレビ見ながら、もう何分かあれば、毎日できますんで、もうながらで、いかがでしょうかという、はい、スクワットでございました。ぜひ皆さん、試してみてください。はい。今日もどうもありがとうございました。はい、スクワットのお話でした。ありがとうございます。